ユトレヒト条約は、スペイン継承戦争を終結させるために、1713年4月から1715年2月に、かけて、ネーデルラント連邦共和国のユトレヒトで結ばれた一連の平和条約の総称。スペイン継承戦争では、空位となった、スペインの王位をめぐって3人の候補が、争い、ヨーロッパの大半の国々を巻き込んで10年以上に、渡って続いていた。 基本的には、スペイン王に、自身の孫フェリペ5世を擁立した、ルイ14世率いるフランスと、その他諸国の同盟軍が衝突するという構図であった。いずれの陣営も莫大な金を投入し地を流した、ものの、決定打にかけて、手詰まりとなりつつあった。最終的に結ばれたユトレヒト条約で、フェリペ5世は、スペイン王位を国際的に承認される代わりに、 フランス王位請求権を永久に放棄することになり、その他にもフランスとスペインの将来的な統合可能性を阻む様々な措置が取られた。スペイン王国、グレートブリテン王国、フランス王国、ポルトガル王国、サボイア公国、ネーデルラント連邦共和国、新生ローマ帝国からそれぞれの君主の代表団が集まり、オーストリアを除く各国の間で条約が締結された。 ルイ14世はスペインにブルボン朝の王を立てることこそできたもののヨーロッパに派遣を築く野望はここに頓挫することとなった。これにより勢力均衡に基づくヨーロッパ秩序への道が固められた。イギリスの歴史家 GM トレベリアンは次のような表を下している。この条約は安定した特徴的な18世紀文明の時代を先導しヨーロッパに対する 古きフランス君主国の脅威に終止符を打ち、世界全体に少なからざる変化をもたらした。すなわち、グレートブリテンの海洋、貿易、金融における派遣である。ユトレヒト条約で王位を承認されたスペインのプルボン家は、フランスの本家が革命で倒された後も生き残り、中断を挟みつつも、現在までスペイン王位を継いでいる。 スペイン継承戦争勃発時のヨーロッパ1700年、スペイン王カルロス2世が死死のないまま死去し、スペインハプスブルク朝が断絶した。翌年から始まったスペイン継承戦争は、その後14年にわたって続いた。イギリスは、保育党政権の下、スペインなくして、こうはなし、すなわち、ブルボン家のスペイン王位継承を認めないことを原則として、戦争を続けていた。 しかし1710年、トーリー党のオックスフォード博、ロバート・ハーレーが、この原則を放棄する代わりに、イギリスが権益を得るという形の和平を目指して、極秘裏にフランスと接触し、秘密交渉が始まった。同年のうちに、ホイック党政権が倒れた。これに代わったハーレーや、シュルーズベリー公爵チャールズ・タルボット、ボリングブルック主爵ヘンリー・シンジョンら、トーリー党政権は、 表向きは、戦争を継続しながらも、フランスと秘密交渉を進めて、講和にこぎつけるべく、和平案を、フランス側から提示された体で閣議にかけつつ、1711年に、戦争の英雄である、マールバラ公、ジョン・チャーチルを解任し、1712年に講和に、反対したロバート・ウォル・ポールを投獄するなどして、野党保育党に圧力をかけていた。 9月27日に調印された英仏館の予備条約の内容は、フランス王類14世がイギリス上腕の王位とプロテスタントの王位継承を認め、フランススペインの学法を否定するなどというもので、これに加えて、イギリスのジブラルタルメノルカ島やアシエントなどの商業利権獲得といった内容も取り決められた。しかし保育ッも1711年に新庄なの、 予備条約案をリークし、トーリー党内の反講和派をも取り込んで議会を延期させるなどして激しく抵抗した。ロンドンでの交渉に続き、1712年1月29日に、ユトレヒトで講和会議が始まった。イギリスからは、ブリストル主教、ジョン・ロビンソンとチューハーグ大使のストラフォード伯爵、トマス・ウェントワースが代表として出席した。 フランスの代表は、ユクセルコ、ニコラメナジェラの4名だった。オランダは、予備条約を、不勝不勝ながら認めて、講和会議に代表を出したが、同じく反フランススペイン同盟軍に属していた、新生ローマ皇帝カール6世は、予備条約が、拘束力を持たないことが保障されない限り、代表派遣を拒否する立場を取った。後になって、カール六世の要求が保証されたため、 オーストリアは2月に代表を派遣した。その筆頭は最小人ン,ンドルフであった。スペインはまだフェリペ5世が王として承認されていなかったため、当初は全権大使を派遣しなかった。その他、サボイア公国とポルトガル王国が代表を派遣してきた。ポルトガルの代表はルイス・ダクーニャだった。イギリス・オランダ・オーストリアの3国に対して、 フランス代表は、フェリペ5世のスペインを維持、善意に基づく、西仏王冠合同の防止、あらゆる方面での現状回復といったフランス優位の和平案を提示して、各国の反発を招き、講和会議は、序盤から暗証に乗り上げた。イギリスでは、上院で、野党保育党が講和よりも戦争継続を求める、上層文を上院で通過させた。 これに対し以前からフランスとの交渉を担当していた、トーリー党政権のボリングブルック施策ヘンリー・シンジョンは、フランスとスペインの王冠統一阻止が保障されることを前提条件として、フランスとの秘密交渉を進めた。まず、フェリペ5世に、フランス王位継承権を放棄させる案を出したが、これは王権神授説の元血筋で、 絶対的に王位継承が行われるフランスにはなかなか認められなかった。続いて4月末、サボヤ公、ビットーリオアメデオ2世をスペイン王位につけ、フェリペ5世はシチリアとイタリアのスペイン領を支配する王となり、将来フランス王に即位して、それらをフランスに統合するという案も出た。ルイ14世もこれに好意的だったが、すでにスペイン王としての自覚を固めていた。 フェリペ5世は承諾しなかった。議論は父として進まず、戦争は密約に基づいて、イギリスが対慢行動を展開した結果、フランス側が巻き返していった。6月6日、アン・ジョーがイギリス議会で講和の見通しが立ったと報告した。スペインとフランスの相互多い継承権放棄の目処が立ったためであった。1712年7月10日にフェリペ五世が、 フランス王位請求権放棄を宣言する文書に署名して、ユトレヒトでの国際会議もようやく軌道に乗った。8月19日、パリでイギリスとフランススペインがスペイン戦域における停戦に合意し、講和会議の進行が急がれた。11月7日、ユトレヒトにおいて、まずフランスとポルトガルの間で停戦条約が締結された。 続いて1713年3月14日にフランスとサボイアが停戦し、同日にスペイン、イギリス、フランス、オーストリアがカタルーニャからの撤退とイタリア戦域における停戦で合意した。大井継承問題については、1612年11月にフェリペ5世が正式にフランス大井継承権放棄を宣言し、その弟ベリーコと、 重低オルレアン公がスペインを追い継承権を放棄していたが、1613年3月15日にベリーコーラの請求権放棄が公式に宣言されたことで講和の前提が揃った。主たる条約が結ばれたのは4月11日だった。この日フランスは5カ国と個別に平和条約を結んだ。フェリペ5世はフランスに権限委任状を与えていたが、 それに基づき定められたスペイン領分割の条約内容を拒もうとした。しかし、ルイ14世がカタルーニャ平定のための支援を打ち切ると脅してきたため、結局スペインは7月13日にサボイアイギリスと平和条約を結んだ。その後もユトレヒトでの講和会議は続き、1714年6月26日にスペインとオランダが1715年2月6日に スペインとポルトガルが平和条約を結んだ。ユトレヒトでは同時並行して別の条約交渉も行われた。1713年4月11日、フランスはイギリス、オランダと個別に貿易、公開条約を結んだ。同年12月9日にはイギリスとスペインの間で同様の条約が結ばれた。ユトレヒト条約。 ラシュタット条約成立後のヨーロッパユトレヒト条約で結ばれた諸条約の内容は主に王位継承問題、領土の変化、通商問題という3つの側面を有していた。ブルボン家のフェリペ5世はスペイン王位に留まることを認められる代わりに自身や子孫のフランス王位請求権を放棄した。フランスのブルボン家もルイ十四世の王位であるオルレアン・コフィリップ二世をはじめ、 スペイン王位継承権を持っていた者たちがこれを放棄した。このことは1712年から1714年にかけてルイ14世の子孫が次々と死去した後1715年にわずか5歳のひごルイ15世が王位を確保する上で重要な意味を持った。ナオコの継承権放棄はフランスの方とは矛盾をきたすものであった。もう一つ、ユトレヒトでは イギリス王位に関する重大な取り決めも行われた。名誉革命で、カトリックのイングランド王ジェームズ2世が、プロテスタントのメアリ2世とウィリアム3世にとって変わられて以降、フランスは宗派を共有する前者の系統を支持して、彼らジャコバイトの亡命宮廷を、サンジェルマン安寧城に置かせて支援していた。しかしスペイン継承戦争の末に、ルイ14世はプロテスタントが、 グレートブリテン王位を継承するのを認めた。大戦勝者、ジェームズ・エドワードらは、フランスから追放された。これにより、長きにわたるスチュアート朝と、フランス・ブルボン朝の宗教的、血縁的な同盟関係は、終焉を迎え、代わりに、イギリスが政治的安定を手にして、さらに交流するきっかけとなった。1750年頃の北アメリカ。なお、 フランス領内に描かれている砦の中にはスペイン継承戦争後30年も経ってから建設されたものも含まれている。領土面で最も大きな利益を得たのもイギリスだった。戦争中に占領したジブラルタルとメノルカ島はそのまま領有を認められた。北アメリカではフランスがイギリスの色濃い連邦に対する総資権を認めノバスコシアの領土と ニューファンドランドやルパートランドの領域に対する請求権を譲渡した。またフランスは西インド諸島の戦闘クリストファートもイギリスに割譲した。それ以外の戦争以前から保持していた領域はフランスの手に残った。その中には当時北アメリカ最大の軍事施設だったルイブール要塞を要するケープブレトン島も含まれていた。スペイン領ネーデルラントをめぐっては フランス領のイーペルやフィルヌと共にオーストリアに割上されることになった。しかし、オーストリアとカール6世はあくまでもスペイン王位を求める立場から戦争を続行し、ユトレヒト条約に調印しなかったため、講和がまとまるまでは暫定的にオランダの管理下に置かれることになった。プロイセンは上ヘルダーラントを獲得する一方で、 南仏のオレンジ公領の請求権をナスサウディー付けのウィレムと共に放棄することになった。ただし、プロイセン王はオレンジ公を名乗ることを認められたため、ウィレムとプロイセンの間に過婚が残った。イタリア半島でもスペイン領の分割が行われた。サボヤはスペイン領だったシチリアを獲得し、それまでの公国から王国への昇格を認められた。また、 フェリペ5世に死死がないときはサボヤ家がスペイン王位を継承し逆にサボヤで王家家が絶えたときにはスペインに統合されることが定められた。オーストリアはナポリ、サルデーニャ、ミラノなどを獲得した。ポルトガル・フランス間の条約ではフランス・スペインがアマゾンから親っぽく側までの領域における主権を放棄しポルトガルの主権が及ぶ範囲であると認めた。 またフランスはかねてより求めていたアマゾン側の自由、航行権を諦めた。1703年のメシュエン条約でポルトガルからの利益を受けていたイギリスはポルトガルの受益も後押ししていた。スペイン領ブエノスアイレスの対岸にあるコロニアデルサクラメントがスペインからポルトガル領ブラジルに譲渡され、イギリスはここを新大陸へのさらなる進出の手がかりとした。イギリスの代表たちは もっぱら貿易事件の扱いを重視していた。例えば彼らはフランスにダンケルクの要塞をさらちにし、港を塞ぎ、その水門を解体して二度と解体されないよう要求するなどした。これはダンケルクが一本の潮流によって北海へ出ることができ、ドーバー海峡のイギリス海軍の巡視から逃れやすいという好条件ゆえに、フランス主略船の主要な拠点となっていたためであった。 ただこの要求は最終的に通らなかった。もう一つ、イギリス政府が獲得した巨大利権がアシエント・デ・ネグロスである。すなわちイギリスはアメリカ大陸のスペイン植民地に黒人奴隷を供給する奴隷貿易の独占権をスペイン政府から認められたのである。このような契約が結ばれたのにはスペイン帝国自体があまり、 大西洋奴隷貿易そのものに関わろうとせず、奴隷供給を外国商人に委託するのを好んでいたという事情もあった。もともとアシエントの権利はフランスのブルボン家が保有していて、フランス商人が毎年5000人の奴隷をスペイン帝国に供給していた。さらに、フェリペ5世を大いに据えてからは、フランスがこの契約をすべて支配していた。ユトレヒト条約により、 イギリスがアシエントに関与できるようになってから、オランダのセファルディムユダヤ人の奴隷所有者は姿を消していき、イギリスでは排他的な契約を結べるとの期待から南海会社が設立された。イギリス政府は借金を減らすためにスペインとの貿易拡大を目指しており、そのためにはアシエントに関わる権利を手に入れる必要があった。歴史家の GM とレベリアンによれば、 1711年5月の時点でイギリスの国家財政はアシエントへの参与、すなわちスペイン領はアメリカとの奴隷貿易の独占権を得ることを想定していて、講和条約によりそれをフランスから奪い取る計画を立てていた。実際にユトレヒト条約によりイギリス政府は30年間アシエントを結べる権利を獲得した。このようにしてイギリスはユトレヒト条約により ヨーロッパにおける最大の貿易国へと上り詰めた。ブランデンブルク選定公、プロイセン公であったフリードリヒ・ビルヘルムは、戦争中の1701年に、オーストリアの承認の元プロイセン王を名乗っていた。ユトレヒト条約の時点では、息子のフリードリヒ・ビルヘルム一世に代替わりしていたが、条約で、フランスに王合を認められ、オーストリアと並ぶ大国へと近づいていった。サボイア公 ビットオリオアメデオ二世もシチリア王を名乗るようになったが1720年にサルデーニャ王国と交換したユトレヒトの和訳のグーイアントワーヌ・ラバールが1760年の北アメリカ東部北部この後1763年にフレンチ・インディアン戦争が終結しパリ条約が結ばれるこの地図が作成された当時ニューイングランドはセントローレンス川を境としており ニューヨーク植民地は、後のアッパーカナダ植民地やオンタリオ州の領域まで伸びており、ペンシルベニア植民地は、エリーコ南岸の領域の大部分を占め、ノバスコシア植民地はまだ後のニューブランズウィック州の領域を包含していた。イギリスは個別条約によって、スペイン領南アメリカとの貿易圏とメノールが、ジブラルタルの領有権を獲得し、海洋において優位に立った。 この時以来ジブラルタルは現在に至るまでイギリス領に留まっている。またフランス継承戦争の参戦国政府がのきなみ前例のない規模の負債を抱える中でイギリスのみが財政危機を回避し逆に貸し付ける側に回った。またイギリスはカトリックの多い請求勢力であるスチュアート家のジャコバイトとの交渉やその後ろ立てであったフランスの暗躍に苦慮していたが この条約を機に、フランスがプロテスタントによるグレートブリテン王位継承を容認したおかげで、1714年8月にイギリス上案が死去した際には、円滑にハノーバーさえの王位継承が進んだ。1713年の段階では、反逆者とされていたジャコバイトが、次々とイギリスに復帰し、老神王、ジェームズ・エドワードも、 ハーレーやシンジョンラオーヤ・ジャコバイトのトーリー党政権の活動により、プロテスタントに改修すれば、アン・女王の後を継いで、イギリス王になれるという期待が持たれていた。しかしジェームズ・エドワードがこれを拒否したため、ハーレーらは彼を切り捨てて、ホイック党の主張と意を一つにして、ハノーバー戦抵抗、ゲオルグ三世将兵路線へ踏み切った。1714年ルイ14世は、 ジェームズ・エドワードを条約に基づきサンジェルマンの宮廷から追い出した者の,の彼に同情的で船と士官を与え、さらにフェリペ5世に40万液の軍資金を苦面させてジェームズ・エドワードを繁盛時一斉反乱が起きているスコットランドへ送り出した。これに対しハーレーと激しく対立するようになっていた新庄は1714年7月27日に ハーレイを失脚させることに成功したが、8月1日に、アン・女王が死去すると、新たに即位した、ジョージ一世に罷免されて、トーリー党ともども政権を追われた。そして新たな保育党政権に、スペイン継承戦争の早期講和の責任を追及された末、1715年3月26日に、フランスへ亡命して、ジェームズ・エドワードの宮廷に加わった。ハーレイも、 不在の新ジョンと並んで弾劾され、ロンドン島に収監された。1715年に、スコットランドやイングランドで、ジャコバイトが反派のオーバー朝反乱を起こし、ジェームズ・エドワードもスコットランドに上陸したものの、すでに、ルイ14世の死去により、フランスの支援も受けられなくなっており、失敗に終わった。1716年の英仏同盟で、フランスはスチュアート系の支援を打ち切った。 スペイン領だった南ネーデルラントの挙手は北側のオランダにとっても大きな関心事であったが、講和会議が自国内で開かれたにもかかわらず、オランダはほとんど影響力を発揮できなかった。これについて、フランスの外交官、メルキオールド・ポリニャックは、あなたについて、あなたの周りで、あなた、抜きで、とオランダをあざけった。というのも、イギリスは、 ボリングブルック施策の命で司令官のオーモンド校、ジェームズ・バトラーがオランダなどの連合軍に無断で撤退して、トゥナの戦いでのフランスの勝利をお膳立てし、さらに他の連合国に先んじて秘密裏にフランスと単独講和を結び、イギリスの権益獲得を既成事実としてしまっていたためであった。このため後から連合諸国がイギリスに抗議しても何の意味もなさなかったのである。 南ネーデルラントはオーストリアの手に渡ったが、それでもオランダは1715年にオーストリアと第三防壁条約を結び、オーストリア領ネーデルラントに共同試験を確保することができた。これはオランダ総督のオランニエ家とゆかりがあった南仏のオランジュ公国をフランスが武力併合したことに対する牽制の意図もあったが、結局オランジュ併合を覆すことはできなかった。 ネーデルラントはスペイン継承戦争を経て事実上破産し、何とか取り付けた防壁条約も間もなくあまり意味がなかったことが露呈した。オランダが守備に入っていた南ネーデルラントの要塞軍は1740年のオーストリア継承戦争で芝叩く間にフランスに抜かれてしまった。防衛時にはイギリスが軍事支援するという約束もほとんど意味をなさなかった。 軍隊自体もほとんど維持できなくなり、以後オランダは中立政策を取らざるを得なくなった。また、商戦海軍も貿易、政治両面で永続的な打撃をこむり、ヨーロッパ諸国の貿易競争においてイギリスにとって変わられた。フランスにとって最終的に結ばれたユトレヒト条約の内容は1709年に連合軍に突きつけられていたものより、 はるかに有利なものになっていた。とはいえ、1701年2月の時点と比べると、得られたものはわずかであった。強国という地位は保てたものの、軍事的衰退と、経済面でのイギリスの圧力といった問題を抱えることになり、それらが1740年のオーストリア、継承戦争の原因ともなった。ルイ14世の孫である、フェリペ5世のフランス王位請求権放棄は、 フランスブルボン家そのものも窮地に追い込んだ。ルイ14世は唯一成人した王太子ルイを1711年に失い、翌1712年に孫のブルゴーニュコウ、ルイ一家にも先立たれ、1714年にはもう一人の孫であるベリーコウシャルルも自己死した。1715年にルイ14世も死去し、この時点で、 ルイ14世の直系子孫で唯一生き残っていた5歳のひまごルイ15世が王位を継いだ。ルイ14世の王位にあたり、この時点で王位継承者となっていたオルレアンゴーフィリップ2世が摂政となると、彼の下でフランスは親、イギリスへと舵を切った。スペインは本土のほとんどと西インド諸島を固守し、その後目覚ましい速度で復興を遂げた。 1718年にナポリとシチリアを奪回しようとした時はイギリス海軍に阻まれたものの1734年に再度試みて成功している。また戦争中の1707年から制定が進められた新組織条例によりそれまでのスペインの構成国だったアラゴン王国、バレンシア王国、マヨルカ王国が廃止された。 ただしカタルーニャは1767年まで固有の権利の一部を維持していた。フェリペ5世のフランス王位継承権法記はフランスの継承法を侵害するものであり、フェリペ5世自身も本心ではフランス王位を諦めていなかった。彼は1728年11月9日にパリ高等法院に赴いて次のように述べている。新主諸君、私の考えるところは 神が許さないことではあるが、万が一、我が最愛の弟でありおいである、ルイ十五世が後継者を残さず、報じた場合、私が彼から、フランス王冠を継承する、生まれながらの権利を享受することを主張することであり、その権利は、私が有効に放棄し得なかったものである。フランス王の死を知れば直ちに、我が不その王たちの王座を手に入れるべく、出立するであろう。しかし実際には、 1729年に、ルイ15世の長男ルイ・フェルディナンが生まれ、その系統がフランス王位を継承していった。フランスとオーストリアの間では決着がついていなかったが、ユトレヒト条約締結後、1713年のライン川戦役でフランスが勝利したことで、カール6世もようやく平和条約締結に傾き、1714年に、 ラシュタット条約とバーデン条約が結ばれた。ただし、スペインはこれらを認めず、オーストリアとスペインの間では1720年のハーグ条約まで条約が結ばれなかった。マリア・テレジアの対抗位継承問題の影響で、オーストリアはスペイン継承戦争から十分な利益を得られず、最終的に1740年のオーストリア継承戦争に見舞われることになる。 オーストリアはスペイン王位の獲得にこそ失敗したものの、この継承戦争でイタリアとハンガリーにおける地位を固め、今までオスマン帝国に支配されていた南東ヨーロッパへの勢力拡大を続けることができた。金銭面では防壁条約により大きな出費を強いられたものの、オーストリア領ネーデルラントから得られる税収はそれを上回って国家収入の増大に寄与し、 オーストリア軍の質を大幅に高めることができた。しかしこうした権益は間もなく様々な原因により失われた。特に重要なのは1713年の国事証書とカール6世の娘マリア・テレジアの擁立をめぐる混乱であった。彼女への継承を確実なものにしようとして、オーストリアはあまり戦略的に利のない戦争に巻き込まれていった。 1733年から1735年のポーランド継承戦争では、オーストリアは海を隔てた南イタリアの領土を守らなければならなかったが、これまで依存していたオランダの海軍力はひどく減退していた。先の1718年にはイギリスがシチリアナポリを守ってくれたが、1734年にはそれも拒まれ、スペインに奪回された。こうした争いの中で、 ハプスブルク家は神聖ローマ帝国における支配力を失っていった。バイエルン、ハノーファー、プロイセン、ザクセンなどは独立勢力のように振る舞うようになり、1742年には、ついにバイエルン選帝校だったカール7世が非ハプスブルク家出身者として約300年ぶりに定位についた。ユトレヒト条約に先立つ条約の中では、百四十八年の ウェストファリア条約が大きな影響を及ぼしている。フランスプロイセン間の条約では、ウェストファリア条約が、生息両面で基礎的な役割を担ってきたとして、それ以降の条約による上書きがない部分については、ウェストファリア条約の効力が全面的に適用されることを確認している。同様のことは、ユトレヒトで結ばれた他の条約でも言及されている。こうしたことから、 赤紙は、ユトレヒト条約が、ウェストファリア条約体制の維持を明示している。その上で、ウェストファリア条約になく新たに加わったのが、勢力均衡の理念であった。イギリス・フランス間の条約の第二条では、全ヨーロッパの自由と安全を脅かす、スペインとフランスの両王国の過度な緊密ぶりから、起きた重大な脅威のために、決して数とにして、 同一の人物が両王国の王となってはならないと明記された。この均衡の概念自体は以前から提唱、言及されたこともあり、17世紀後半からは明白に意識されるようになっていた。しかし、ユトレヒト条約はその均衡の構築が多国間条約の形で明確に規定された初めての例であった。歴史家の中には、 このことを近代国民国家形成の成立に向けた極めて重要なマイルストーンであったと評価する者も,もいる。1716年にフランスとプロイセンが結んだ条約ではユトレヒト条約とバーデン条約をヨーロッパ全域における公共の安寧と平穏にとって最も堅固な基礎を形成していると評し当事国がそれに反しないよう規定している。赤紙によれば ユトレヒト条約は、それまでのキリスト教に基づくヨーロッパの一体性観念と並立する世俗国家軍が構成する国際社会の勢力均衡により維持される一体性観念が並存し、入れ替わりつつある一大転換点であった。ありがとうございます。